皆さんこんにちは、ココチャンネルのココです。今日は GU でおすすめのカラーパンツ特集をしていきたいと思います。それではスタート。今日はですね、 GU のボトムスを紹介していくんですけども、もうね、今年の GU のボトムス本当にいいです。全色買いしたいぐらいの勢いですはい、おすすめのプチプラのね、可愛いパンツがいっぱい出てるので、紹介していきたいと思います。すでにね、インスタグラムでもちょこちょこ紹介していますし、あとね、人気のものはね、もうちょっとないかもしれないんですよ。私も買えなかったのもあったりして、本当申し訳ないんですけど、あるものだけね、見ていただけたらと思います。まずね、結構 GU さんが推してるなっていう風に見ていて思うのが、こちらの商品ですね。私はピンクと青を買ったんですけど、カラースラックス M サイズ、1690円ですね。これね、真夏でもいけるサラサラした薄手の素材になっていて、丈も結構長めです。丈長めにしなくても私は長いなと思ったんですけど。で、後ろがちょっとだけゴムが入っていて、前はね、結構ピシッとハイウエストな感じなので、お腹気になる方はワンサイズアップがおすすめになっております。私もね、ちょっとこれね、M だとちょっと下っ腹出ちゃうんですよ。ちょっきゅっとしてね。履こうかなと思ってるんですけど、あと T シャツで隠すとかね。ピンクもね、すっごい可愛い色で、最初にピンクを購入したんですけども、じわじわ後じわでね、こちらのパンツもゲットしています。1690円ですしね、色違いで揃えてもお財布痛くないかなと思います。夏はね、すごい使えると思うんですが、着用画像がこちらですね。結構派手なパンツなんですけど、トップスシンプルなロゴ T とかで合わせちゃえば、逆に色があんまりないものよりも夏は映えるかなと思います。可愛いですよね、このパンツ。もう次もね、2色買いしたものを紹介しようかな。最初にこちらを買ったんですが、この水色みたいな色を買ったパンツなんですが、後じわでこちらのレッドを購入しました。これはセンタープレスカラーストレートパンツ、私 L サイズにしています。1990円の商品ですね。はい。これはね、結構ウエストがギュンと私は感じたので、ワンサイズアップしております。結構生地が厚めの素材になっていますので、真夏はちょっと暑いんじゃないかという予想なんですが、なんで赤を後じわしたかっていうと、その夏すぎてもね、着られる色だったので購入しました。本当は実は白を買い足したかったんですけど、もう売り切れてたんですよね、白は。買えなかったんです。で、これは割とストレートですね、まっすぐな。ストパンになっております。ちょっと真夏以外の季節だったらオールシーズン、履けるパンツかなと個人的には思っていて、シルエットもすごい綺麗なんですけど、履いたところこんな感じになっております。結構ストレートなのと、あと腰張り、私腰張りなんですけど、腰張ってる人はちょっと足が太く見えるかなと思います。私もちょっと足太く見えるんですよ。着痩せするアイテムではないんですけど、つい買ってしまいました。着痩せするアイテムといえばこっちの方がいいですね。カラースラックスのフレアバージョンですね。ブーツカットになっているタイプになります。こんな感じですね。はい。こっちの方が、腰張りの私みたいな体型の人は、くびれが膝の部分にできますので、痩せて見えます。で、これ白買ったんですけど、でもね、やっぱ白って透けるじゃないですか。で、GU さんも考えてくださって、インナーをくっつけてくださってます。こんな風にね。だけど、それが透けるんですよ、実は。こう履いた時に、ここになんか履いてるねっていう、ここから素足だね、みたいな。それがちょっとね、ちょっと透けるのどうなのよとは思いますね。この裏地が逆に透ける問題ですね。それだったら、裏地なくていいので、インナーを透けない色にした方がいい気がする。そうね、これ取れるのかな？ちょっとね、インナーが透けるのが個人的には気になっております。逆にね。取っちゃってもいいかもしれないですね。で、ショーツをね、気にすれば、その方が透けないかもしれないですね。という商品なんですが、履いたところはこんな感じです。結構綺麗なんですよね。はい。ブーツカットっていうかね、今年流行ってますよね。はい。いかがでしょうかね。伸びもいいし、すごく履き心地いいです。で、これは、M サイズにしているかなと思います。で、着痩せするパンツといえばこれですね。これも買い足しちゃったんですけど、最初グリーンを買ってたんですね、これ。ストレッチテーパードパンツ、M サイズ1990円。これもう履いた時に、もう買うわってなったぐらい、すごいスタイルがよく見えるっていうか、シュッと
すっきり見えます。骨格ストレートさんとかはもしかしたらこのパンツがいいかもしれないですね。すごい良かったので、今回ベージュとこれも白を購入しております。でもこれさ、これも白もさ裏地ついてるんですよね。だからここからまた透けちゃうんですねみたいな、今気づきましたはい、いいですね。形は本当に綺麗です。でこれは生地も結構厚みがあってしっかりしてますので、オールシーズンいけます。冬もなんならいけるんじゃないでしょうかね。これは本当におすすめです。ぜひね履いてみてほしいですね。なんならね全色いきたいぐらいお気に入りなんですけども、またちょっとずつねじわじわ買い足していこうかなと思います。履いたところこんな感じですね。ちょっと緑しか履いてないんですけども足がすっきり見えます。いかがでしょうかね。はい、で、もう一つこのデニムもすっごいおすすめで、ライトデニムタックワイドパンツ M サイズ1990円の商品ですね。これです。これすっごい足が長く見えますのでおすすめです。さっきの一番最初に紹介したカラースラックスと形似てますね。それの、デニムバージョンみたいな感じですけど、後ろのゴムがすごく伸びますのでお腹がそんなにきつくならないですし、ハイウエスト効果でめちゃめちゃ足長く見えます。でサラッとしてます。ただ見ての通りシワは寄りますね。こんな感じでシワにはなりやすいです。が柔らかいデニムなので真夏でも履いていただけるかなと思います。履いているところこんな感じですね。足がめちゃくちゃ長く見えません？履いたパンツの中で一番足長く見えるかも。最後に紹介するのが一番最近買ったやつなんですけど、これめちゃめちゃいいです。ドローストリングイージーワイドパンツ M サイズ1990円ですね。ドロストのパンツってもうほんと定番化していて毎年出てるかなと思うんですけど、割と丈が短いなとかなんか変だなみたいなシルエットのものも結構多いんで、新しいものを見ると買い足しちゃうんですけど、これはすっごいシルエット綺麗でした。センタープレスになっていますし、ストンとした落ち感があるので腰張りさんでも着痩せしてみます。でウエストもすごいゴムなので楽です。でお腹も目立たないです。これは他のハイウエストのパンツ、実は本当にこの下っ腹が結構目立ちます。皆さんね、どのパンツも皆さんっておかしいですけどこれは意外と目立たないので本当に、履いてみていただけたらと思います。後ろもねなんかこういう、ポケットもついていますし、サラーっとしてね気持ちのいい素材ですね。これは裏地、あ、これもここの太ももまで裏地ついてますね。でもこの色だったらさそんなに透けないじゃないですか、裏地もね。なので、すごいおすすめです。これね、色がライトグレーという色になっております。私 M サイズで大丈夫でした。着たところこちらになります。すごいお気に入りです。はい、ということで、今日のボトムス紹介いかがでしたでしょうかね。ぜひお買い物参考にしていただきたいんですが、追加で買ったものもう一個だけあります。トップスなんですが、これ可愛くないですか？これ。これベンズの商品で、ロゴスウェット、スウェッティ。ですね、S サイズにしておりますが1690円の商品ですね。でこれと白も買っています。女性だったらね S サイズでいいかなと思います。ユニセックスで、着られるデザインになっていますので、これすごい可愛くておすすめなので最後に紹介させていただきました。はい、ということでね今日の動画は以上になります。お買い物参考にしていただけたらと思います。こちらのチャンネルが参考になりましたら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。